北海道岩見沢市内の山林で山菜採りに行っていたとみられる70代の男性が軽トラックの下敷きになり死亡しているのが見つかりました5月17日午後8時ごろ夫が帰ってこないと男性の妻から1刀0番通報がありました妻が山菜採りに行ったかもしれないと話したことから警察が市内の山林を捜索 翌18日午後0時30分ごろ朝日町の林道脇の急斜面に男性の軽トラックが転落しているのが見つかり男性はその下敷きになり死亡していました現場は林道から約6メートル下の斜面でした軽トラックからは男性が取ったとみられるウドが見つかり警察は斜面にいた男性が何らかの理由で滑り落ちてきた軽トラックの下敷きになったとみて調べています 次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして、最新のニュースを入手することを忘れないでください。ご質問がある場合は、メッセージを残してください。さようなら。またニュースでお会いしましょう。